で、それでまあ FNS 歌謡さんいろんな人とまあコラボがあったり、いろんな人のコラボもね、あの、円卓のテーブルに座って見たりしてたんですけど、もう、とにかく入れ替わり立ち替わりがすごいわけですよ、アーティストさんの。で、そんな中でこうバタ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 移動してる時に、声をかけてくれた美少女がいまして。で、それは、あの、私が以前あの、警備員さんにね、間違ってあの、オーディション会場に連れて行かれた、あの、おなじみの、それでもおなじみの、乃木坂46の、えぇ、田絵里香ちゃんが、 話しかけてくれたんですけど、めっちゃ可愛くて、あまりの可愛さに声に出して、可愛いってもう言っちゃうみたいな、本人に向かって。なかなか、なんだろう、その声に出しちゃうっていうのはないじゃないですか、可愛いって思っても、面と向かって言っちゃうってことはあんまりないんですけど、あまりの可愛さにもう天使みたいで、で、なんかすっごいこう、私、皆さんと同じ、あの、レコード会社でってすごい説明してくれて、 うわぁ、かわいいって思いながら、私はもうかわいいって言うしか言えないから、もうなんか、はい、みたいな状態になってて、もう私、多分先輩だよね。結成考えると。先輩なのに何してんだろうって思いながら、もう、美少女相手にタジタジだったんですけど。よく考えたら、あの時さ、警備員さんに間違えられて、オーディション会場行かなくてよかったなと思って。もう、あんなかわいい子ばっかりさ、オーディション会場いるのにさ、恥ずかしいよね。